はい、どうも皆さんこんにちは。ディアボロプレイヤーの工藤正弘です。今日の動画ですけども、タイトルにある通り大会へのエントリー告知動画になります。 JGF2021 チャンピオンシップへエントリーしました。はい、3年ぶりのチャンピオンシップのステージです。皆さん待ち焦がれたんじゃないでしょうか。まず JGF チャンピオンシップについて知らない人たち向けに説明していきたいと思います。 JGF チャンピオンシップというのは日本で一番大きいジャグリングの大会になります。特徴としましてはビデオ審査による予選があります。ビデオ審査の予選に勝ち残ることができたプレイヤーだけが本戦で演技をすることができるというものになっております。で、部門としては男子個人部門、女子個人部門、チーム部門の3つの部門で構成されています。日本で最も大きいジャグリングの大会ということもあって、本戦に出場するファイナリストのジャグリングのレベルもトップレベルのものになってます。大会の日時なんですけども、2021年10月9日土曜日、東京都の国立オリンピック記念青少年総合センターで行われます。はい、皆さん久しぶりのチャンピオンシップですよ。もうだいぶ久しぶりな気がしますね。最後に決勝が行われたのは2018年ですね。2019年のチャンピオンシップは大会当日に台風が接近していたということがあって中止になっていたんですね。2020年のチャンピオンシップに関してはコロナの影響で中止となっていました。で、2019年、2020年が中止になっていたということで、実に3年ぶりのチャンピオンシップとなっています。はい、嬉しいですね。まあ、こういう状況下ではあるんですけど、JGF というイベントを開催してくれる運営には本当に感謝してます。工藤自体はチャンピオンシップへの出場というのは初めてではなくて、過去に何回か出場しています。2016年にチーム部門で出場していて、あと2017と2018で男子個人部門に出場しています。2019年にもチーム部門でエントリーしてファイナリストになっています。2017年にチャンピオンシップに出場した時はありがたいことに優勝させてもらっています。2016年、2017年、2018年、2019年、2020がなくて、2021年、5回目の挑戦ということになっています。はい。で、なんで、まあ、そんな5回目のエントリーしたかっていうと、まあ、シンプルに、チャンピオンシップのステージっていうのが、めちゃくちゃ楽しいからです。はい。チャンピオンシップの舞台での演技は3回経験しているんですけど、どれも楽しかったんですよね。はい。まあ過去にはいろんな大会があったと思うんですけど、やっぱりね、JGF チャンピオンシップの舞台で演技をする楽しさというか、まあ、嬉しさというのは他の大会や舞台での経験に代え難いものなんですよね。JGF チャンピオンシップを見に来る人たちっていうのはみんなジャグリングが好きな人たちばっかりで、新しいジャグリングとか盛り上がるジャグリングを期待している観客の目の前で思いっきり技をできる楽しさや、技を成功させた時に得られる歓声っていうのは他の大会では得られないものなんですね。工藤は過去に3回演技してるんですけど、まあそこに病みつきになってしまって未だにエントリーしているっていうところはあるかなと思ってます。今年も予選通るといいんですけど、他にエントリーしてる人たちのレベルがわからないので、こればっかりは工藤にもよくわからんというような状況ですね。はい。で、ここからがエントリープラスもう一つの告知なんですけど、9月末に JGF チャンピオンシップにエントリーした人たち向けに予選結果がメールで通知されるんですけども、その予選結果がメールで通知される時にライブ配信したいと思います。はい、工藤のチャンピオンシップの予選結果がどうなるのかドキドキしながら見守るライブ配信になりますね。いや、マジで、まあちょっと、これまでのチャンピオンシップに出場してきてるし、いけるやろって思ってはいるものの、まあ、実際のところは他にエントリーしている人たちのレベルに大きく左右されるので、正直、日本中のめちゃくちゃ上手いジャグラーがエントリーしてきたら、予選で落ちるっていうことも全然あり得るんですけど、まあそのドキドキ感っていうのをライブ配信してみんなと共有できたらなと思ってます。その予選結果がメールで通知される時間なんですけども、2021年9月26日日曜日19時以降順次連絡予定というふうに書いてあるので、19時のちょっと前からライブ配信して待ちたいと思います。
まあそうですね、まあ実際メール来るのがいつなのかちょっと分かりにくいところはあるので、まあ、ライブ配信しながら JJF の昔の話とか、工藤が JJF のチャンピオンシップに出場していた時にどういうことを考えていたのかとか、そういうことをライブ配信で話しながらみんなで待ちたいなと思ってます。いや、シナリオとしてはライブ配信中にメール来て予選結果見て通った嬉しいって配信ができると嬉しいんですけど、どうなるかは分かんないです。もし予選落ちてたら、まあ、その場で予選のエントリー動画を YouTube にアップして、まあ、Twitter でつぶやいてライブ配信を終えようかなと思ってます。ライブ配信の詳しい時刻や URL については Twitter で改めて告知しますので、ぜひ Twitter フォローしてお待ちいただければなと思います。 JJF の期間に合わせて何本か動画もアップロードしようとしているので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。ディアボロの練習も YouTube の動画編集も頑張ってやっていきたいと思うので、皆さん応援していただければなと思います。はい、今日の動画はこれで終わりたいと思います。いいねボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。